はい、こんにちは。国際不動産エージェントの鈴木です。えー、今年最後の、はい、YouTube 収録になります。テーマは2020年自由な言論が死んだ年という題でお届けして今年を締めくくりたいと思います。今からちょうど1年前、2020年の元旦なんですが、私は娘と一緒にですね、茨城の味ヶ浦海岸に行ってですね、 まあ、か一度の凛とした空気の中、まあ、海から昇る初日の出を拝みましたはいあれから1年経ったんですけどいきなり100年に一度のパンデミック、まあ、コロナ禍が来て私の人生も仕事もビジネスもすっかり様変わりしてしまいましたほ、まあ、他の多くの方々、まあ、特に商売やってる方々はみんな同じだと思います はいまあ、ビジネス環境の激変に直面して、まあ、大波に流されそうになりながら、まあ、社員と力を合わせて、まあ、とにかく歯を食いしばって一年を生きてきました、まあ、そういう私の立場から見るとですね、まあ、本当に不条理なことばかり起こった一年でした。 まあ本当に実体経済から見るとですね、まあ近年例を見ないほど激しい落ち込みでした。それはもう、あの、経済止め資んで仕方ないですけど、まあ観光地の人出とか、まあ新幹線の乗客とか見たら本当に悲惨なものです。それなのに株価は史上最高値だったりします。私がやってる不動産もしっかり推移してます。特に都市部の居住物件は 値上がってますねビットコインも最高値みたいな感じになってですねなので結局何が起こったかというとまず経済を止めたことで多くのビジネスが死んだわけです破壊されたわけですでもお金はジャブジャブすりましたそれ,それで富が金持ちの方向に移動していきましたそしたら投資対象があのやっぱりわうわうわけなんですよね はい。で、まあ、これから来年以降もですね、まあ、コロナの局面は続くと思います。で、実体経済は弱っているところが多いです。まあ、それが、その、マネー経済にどこまで波及してくるのかっていうところが多分ポイントになっていくんですが、いずれにしろビジネス環境は変わるので、まあ、サバイバルしていくしかないと思います。まあ、そんな中、えー、今年の5月、6月かな 頃から会社で youtube を始めました最初は不動産ネタばっかり上げてましたまあ不動産ネタって再生数せいぜい4500回ぐらいなんですけどねそれが11月初めからまあアメリカ大統領選ネタが激増していきますはいそうしたらチャンネル登録数は増えるわ、まあ、再生数もまあ簡単に78000とか 行ったりですね。はい、してまあ、どんどんまあ、えー、まあ、皆さんに見てもらえるようになりました。で、そのようにした原動力っていうのがですね。私の場合はやっぱりそのこれまで空気のように自由だと思っていた言論が凄まじい勢いで抑圧的になったとはい、それに対する強い反発心が原動力になっていると思います。freedom をプレスっていう。まあ。 自由な報道、自由な言論という言葉がありますけれども、まあ、中国や北朝鮮ではともかく、まあ、アメリカとか日本だったら、まあ、自由だろうとこれまで思っていました。それが激変したのが今年です。はい。まあ、なんというかな。まずその日々コロナのことを考えるようにですね、まあ、思考が方向づけられちゃってるっていうところが大きいと思います。 で特にですね、4、5月とかですね、あの、私はコロナが怖いと思ったことはないです。自分の健康状態に対して重大な脅威だと思ったことがない。えー、リスクのうちの一つぐらいしか考えてないんですけど、そういうことを正直に言ったり、まあ、あるいは県を越えて移動すると猛反発を受けて、なかなかその、言うのがはばかれるっていう状況もありました。はい。で、あとまあ、特にマスコミ報道で、 まあコロナに関してまあ欧米の大手製薬の作ったまあワクチン以外のですね特効薬とか治療薬とかいろいろあるじゃないですかヒドロキシ、クロロキンとかアビガンとかですねそういう話がマスコミでほとんど出ないみたいなそういう状況もありましたしまあとはアメリカ大統領選ですね本当にそのトランプ大統領に対するひどい偏見に満ちた記事ばっかりですね「金太郎飴」みたいになりましたと。 はい、なので本当に要は報道するのが仕事のはずの人がやっぱり自由に報道する勇気がないというかですねおそらくすごい圧力を受けてそうなってるんだと思うんですけれども、えー、やっぱりそういうのをやっぱり目にして私は自分だけは少なくとも。 まあコロナとトランプに関してだけは、まあ、YouTube を使って思いっきり自分の意見を述べたいと思うようになったそれで今のようなことになっていますとはい、えー、それに関して言っても、まあ、今 YouTube やってるんですけれども、まあ、トランプを応援する、まあ、バイデンとかオバマとかに不利なようなことを言ったりするとですね YouTube から 転熱受けるるようになるんですね、まあ、今のところはですね広告に不適切っていうふうにされるわけです広告をオンにしたらですね20秒後ぐらいに広告に不適切っていうふうに出たりするんですけどもおそらくそれがもっとエスカレートしたら削除されるようなことになるんだと思いますなので私は YouTube だけじゃなくて緊急避難的にランブルとかパーラーにも、えー、自分の動画を上げるように しておりますが、まあ、そういうですねその大手テックが情報統制をするっていうのもやっぱり前代未聞のことだと思いますとはいやっぱり時代が変わってしまったんだと思います2020年でもう後にはあの前には戻れない2021年も22年もおそらく同じでしょう私たちが自由な言論だと信じてきたものは 多分もう戻ってこないんだと思います。その背景としてはやっぱり米中サイバー戦争ですね。まあでかい国がですね、国内的にも対外的にもまあドンパチ、まあ、まあえー、情報戦やってるわけです。まあ、そういう状況があって当然日本に住む私にも影響が来ると。はい、そういうことだと思います。そんな中でやっぱり私は自分が大事だと思うことを貫いていこうと思います。 やっぱり思考は自由であるべきだと思います。少なくとも私は自分の頭で自由に考えたいです。見たいものを見たいです。聞きたい話を聞きたいです。行きたいところに行きたいです。会いたい人に会いたいです。はい。で、それは自分はこうする、こう考えるっていうところを外にも出していきます。 まあそれが他の人と違ってても当然だと思いますし、まあ、その違うこと自体がまあその社会にとっての豊かさだと思うので、まあ、そういう違いを楽しむとかお互いに尊重するとかをしていきたいと思いますでどうしても価値観的に折り合わないとか、えー、いうこともあると思いますけどそういう時はお互いに干渉せずにですね、平和共存していきたいと思ってますと。 はい。ただまあそういうですね思考言論の自由に真っ向から挑戦してくるのが左翼だと思います。今の左翼は昔と違ってデジタルを持って攻撃してくるから恐ろしいです。はいテックを使ってビッグデータを持っているような人間が支配しているような人間が、えー、思い切りその検閲とかしてくるような時代に。 なってししままいました左翼思想というのはまあ本当に他の思想と比べてもその違う意見を認めない反対意見はどんどん弾圧してくるっていうですねそういう、はい、性質があるので怖いです。で本当にデータとかテックとか持ってるとですね例えば私も、まあ、デジタル機器とかにまあ埋もれて生きてるわけですけど、まあ、ある日突然ですね 彼らに都合の悪いこと言ったらネットとかカード決済ができなくなるとか預金が引き出せなくなるとか Facebook とか YouTube とか Gmail が使えなくなるとかそういうことも起こりうるのでそれは非常に恐ろしいことだと思います私は自由なやっぱり世の中がいいと思ってるのでそういうデジタルプラス左翼っていうの脅威にはもう人生をかけて抵抗していきたいと 思っておりますとはい、いうことで非常に釈然としない2020年がもうすぐ終わろうとしています2021年がより良い年になるように私も頑張っていきたいと思いますそれではどうも失礼いたします良いお年を